皆さんこんにちは。札幌のアウトドアショップ FLHQ ファスト&ライトヘッドクォーターズ店長の団蔵です。こんにちは。今回皆様にご紹介するのはノルウェーのアウトドアブランドノローナのアイコニック的なスキーウェア、ロフォテンゴアテックスプロジャケット&パンツ、どうです？オリーブナイトカラー、オリーブドラブのワントーン、ね、かっこいいですね。身長174センチ、体重65キロで、 S サイズを上下着ております。ノローナマガジンの内容もちらっとご紹介して、これはかなりレアな雑誌で、このノローナ製品を今シーズンお買い上げの方に先着30名様ぐらいかな、差し上げますよ。ノローナマガジンもちょっとかなり内容は面白いんでね、パラパラっとご紹介してみたいと思います。今回動画は、ノローナの、ヒストリーやロフォテンって何なの？マテリアルや各部のデザイン、使い勝手、細かいところまで全てお見せしちゃいますからね。このロフォテン気合入ってんだから私、ね、ものすごくいいんです。このロフォテンゴアテックスプロジャケット&パンツ、ノローナマガジン、ここに出ている彼が創業者です。ヨルゲンセン、ノローナは1929年、ですから約90年前に創業したアウトドアのブランドでは老舗ですね。彼が4代目ヨルゲンセンね。このロフォテンの名前の由来はノルウェーの北、ノースエリア、北極圏ですね、にあるロフォテン。これは小さい、もう無数の島がいっぱいあるような場所。これ載ってますよ、写真が。ロフォテンの町のすぐ近くで、もうスティープな斜面がいっぱいあります。オーロラも見えますからね。FLHQ でロフォテンゴアテックスプロジャケット、ロフォテンゴアテックスプロパンツ、お買い上げの方に差し上げますからね。これはもう先着順です。グローブをこうしてるんですけどね、スリーフィンガーの、大変いいですよ。ゴートレザーのスワニ。ノローナの各ジッパーはグローブをつけてても必ず操作しやすいようになっています。これベンチレーションですね。左肩のショルダーポケットはインナーポケットがあって、スキー場の IC カードが入って固定できます。脇のベンチレーションは両サイドにジッパーエンドがありましてね、バックパックを背負った時に開けられるんですね。上からも下からも操作性がいいです。で、脇のベンチレーション、そしてセンターのフロントのこの大きなベンチレーション、これも調子いいですね。私が持っているノローナのジャケットも同じ仕様になっています。ジッパーは全て止水ジッパーですね。この袖口のカッティングもいいです。見てください、ね、腕の曲がりもいい。そして手の甲にスッとこうすっきりと隙間がなく収まる袖口。グローブを外すときは内側にリーシュコードを固定しておくんです。グローブを下にした状態でコードを下にして止めておけばいいですね。はい、はい、サムズループ、風が入ってこないですね。なかなか優れてる袖口、
この作りも実際私使ってみて非常に使い勝手よくできてるなという感想があります。はい、このように袖の中にグローブをインしてもいいですし、はい、すっきりとした袖口はこのように収束してドローコードは固定しておく。でその上からスッとグローブをはめても収まりがいい。なかなか優れた袖口でしょ。フロントのベンチレーション、そこには見えますかね、これノローナのタブがあるんですが、それをこう開くと中が開いちゃうんです。そしてここからビーコンを取り出すことが可能です。ジャケットのインナーポケット、ここには注意書きが書いてあります。ここに携帯を入れないでくださいと書いてます。というのは通信機器トランシーバーですから、周波数が似てる場合があるんですよ。そうすると、電波障害が起きてビーコンが正確に操作できないかもしれない。なのでここは iPhone ポケットと言ってます。見えますかね、インナーポケットがあります。ここにメッシュのインナーポケット、はい、その中に iPhone は入れておく。固定して、はい、まあこの太ももの体温にこう直接当たるので iPhone も意外と電池の消耗が少ないんですね。この iPhone ポケットも優れています。こちらは、カーゴポケットですね。結構いろんな小物をこう入れられる。そして、ポケットは外側にマチがあるのでこう内側に干渉しないのもいいですね。はい、どうです、はい、見えますね、マチがあります。内側はロックがかかっているパウダースカート、ジッパーで開放できます。でこのパウダーガード、ジャケットのについてあるパウダーガードはホックで連結できるんです。外すときもワンタッチ、ワンピース構造になっている、はい、ホックで。でこの上にこうジッパーの、刃がついてるんです。わかるかな、ここに一番エンドですね、パンツの上に。これは以前のモデルでこういう、今も別売りであります。上下ジッパーで連結できる、パウダースカート、取り扱い可能なね。ですからこの備え付けのパウダーガードを外してジッパーで固定して、でジッパージッパーで、ワンピースに変えられるんですね。パンツは両サイドのこうベルクロでピューと、ウエストはぴったりと縮められます。鍵を入れてますね。こんな感じです。どうぞ内側ご覧ください。 iPhone 入れちゃダメよって書いてますね。でここは、はい、内部から外側にアクセスできる。そして大型のダンプポケットがついている。でこの袖口、こんななってんですね、内側から見ると。ね、そしてこれジッパーですね、ジッパーのギザ。中にはパウダーガード、エッジガードもしっかりしてますね。丈夫な作りになってます。ヘッドジッパーにはしっかりとしたフラップ、このノローナマガジンの面白いのが、あ、ワールドオブスキーヤー、ね、世界中の、いろいろとあらゆるところにいるスキーヤーを特集しているみたいですよ、ね、これ読んでみたいでしょ。なんかインド人初めてなんですってよ、彼スキー、はい、ベネズエラの青年ですね。ノローナのバイキングヘッドのマークのモチーフになった絵なんですって。
ね、雑誌なんで、あまり中身をね、こう、すべてご紹介するわけにはしない方がいいかな。これは、もうロフォ店を買った方の特典ですからね。フードはヘルメット対応です。このノローナとスイートプロテクションは仲いいですね。というのは、偶然ですね、ノローナの社長、元社長に会って、今度スイートプロテクション社長なんですよ、なんて。そんな話して、なんて。ノローナもスイートプロテクションもずっともうやってますし、私、スイートプロテクションはもう二十数年前から使ってましてね。その初代のモデル、それ見せたらもうその、はい、スイートプロテクションの今度社長になった、元ノローナの CEO がもうかなりもう上がりましたよ。その時もノローナにスイートプロテクション合わせてました。それは去年のことですね。たまたまスキー場でお会いして、ヘルメットをしてフルジッパーで締めても顎に干渉しないフード。このフードもワイヤーが入って張りがありまして、その作りも非常に優れています。ロフォ店ゴアテックスプロジャケット、70デニールのゴアテックスプロブレッサブル3レイヤーの生地を搭載しています。そしてノローナの考え方なんですが、このパンツほど膝をついたりいろいろな動きをしたり、消耗が激しい。なのでパンツはなんと200デニールモーストラギッドゴアテックスプロシェルを搭載している。丈夫ですね。そうですね、エッジガードは裾全部を覆うエッジガード、内側にはね、パウダーガードもついてます。ジャケットが92,400円、パンツが税込81,400円でございます。サイズは SML、数は各2点。確実に欲しい方はこの FLHQ においでくださいね。そしてぜひノローナマガジンも一緒にジャケットと、あるいはパンツとゲットしちゃってください。足さばきもいい。FLHQ から見える山も今日は雪景色になってました。もうスキーのシーズンは始まります。楽しみですね。今回はノローナロフォ店ゴアテックスプロジャケットゴアテックスプロパンツを皆様にご紹介いたしました。よろしかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いいたしますね。励みになりますから。はい。ということで、最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ニャオ。